な、これをチョコレートなる西洋甘味を節操に、マスター、分かっています、分かっていますとも。本日はお忙しい、とてもお忙しくしていらっしゃる、そうですね、ご案じ召されるな、この道満すべてを理解してございます。バレンタインデー、当世における人々が思い交わす日であるのだとか。大層結構、マスターも当世の人なればそうしてお忙しくしておられるのも当然というもの。何せ我がマスターは人望に厚く、多くの英雄英傑をサーヴァントとしておられる身。中にはそう、思いを告げんとする英霊もおりましょう。節操からすれば言語道断、一サーヴァントならば身の程をわきまえよと申したいところではありますが、いえ、申し訳ございませぬ、マスター。言語道断などと言っておきながら、節操は高ぶりを抑えきれぬのでございます。禁断、禁断の思い。マスターは当世を正しく生きる身なれば、我ら人類の影奉仕がよるべとするはもってのほか。影は影らしく、ああマスター、けれど節操はこう思ってしまうのです。あなたはあまりにあやつに瓜二つなどと。いえ、お忘れください。バレンタインデー、節操を抑え惑わす恐るべき魔の日にてございますな。ですが節操は耐えまする、耐えた上でしもべが主人に差し上げるにふさわしき、お返しをお渡しする次第にて、こちらです。呪符にございます。しもべから主人へ、これぞ節操からマスターへとお届けする一品。ことの葉にするのははばかられますが、その密かにあれをたっぷり詰めた魅惑の呪符にて、どうかお納めくださいませ、マスター。それはもちろん愛にございますれば。いえ、無論秘めたる愛にてございます。まかり間違ってもマスターを我が物にしたいなどと、ふざけたものではございません。あくまで主人としもべの縁をわきまえた品、あなたのために練り上げた当世最高の呪符であると申し上げましょう。それでは節操はこれにて。はい。
はい。まあ。さすがはマスター。しかり、とっておきの呪詛にございますれば、さまざまな災厄が御身に降りかかることは必定というわけで、良きバレンタインをお過ごしくだされ。東の大陸の、いけません、いけませんね。彼は我が術理の外にあって頂上をなす者、あるいは我が呪詛に抗うことも可能やもしれません。やはりマスター英霊使いがうまい。ここはさすがと言っておきましょうか。いやー、残念至極。次こそはうまくやりますゆえ、どうかお楽しみに。それは嫌ですね。